黒のパンティーストッキングパンティーストッキングあるいはパンティーストッキングは主に女性用の下半身を覆う医療である下着であるパンティーと長口下であるストッキングが一体化されており略称はパンスとつま先から腰までを一足で覆うものを指すパンティーストッキングは和製英語で米国ではパンティーホース英国ではタイツと表記する繊維が太く折り方が 厚手のものは日本では特に区別してタイツと呼ばれる。素材はナイロンとポリウレタンの混合。ナイロンは透明性と染色性、ポリウレタンは伸縮性の機能を備えている。主な用途は防寒性とファッション性。2000年代頃からは体型補正やむくみ防止、足の可視静脈粒治療の効果なども注目されている。 厚さは糸の太さの単位であるデニールで表される。デニールとは9000メートル分の糸の重さをグラム単位で表したもので、9000メートル分で20グラムの場合は20デニールになる。輸入品は後編サポートが多いが、日本での主流は続期サポートで後編よりきめ細かく編まれるのが特徴である。最近は伝染しにくいものも多い。材質は ポリウレタンナイロン糸が使用されているため、熱に弱い。洗濯した後には、影干しが良いとされている。パンティストッキングの伝染1963年、アメリカで世界初のパンティストッキングが開発され、発売された。これは、全米の女性の間で大ブームとなったものの、日本では輸入品だったため、希少かつ効果で、庶民には広まらなかった。その後、 厚木ナイロン工業の創業者である堀六助がアメリカ合衆国から取り寄せたパンティストッキングをもとに開発を進め、1968年に初の国産品の製造に着手する。それ以来、日本の女性の間でも大ブームとなり、透明性と着用感を商品開発の主流としてきた。当時は伝染したものを修理する業者なども、 存在したほど高級品でかつ希少なものであったが、女性とパンティストッキングは日増しに強くなったと、形容されるほど、量販体制になって不及品となった上、技術の進化で、電線や劣化のしにくい商品が開発されるようになり、社会人女性の通年の靴下として用いられている。パンティストッキングは、当初の着用法として、パンティを履かずに着用することを想定されていたが、 購買者の女性たちの周知心から着用したパンティの上に重ねて着用するようになった。1990年代前半までは女子中高生にとっての身近なファッションとして愛用されていたが、それ以降の生足ブームの到来によって、社会人女性や一部の学校の制服、観光葬祭の場面でしか着用する機会や関心がない時代が続いた。しかし、 2012年頃からのタイツブームによって、再び中高生から社会人女性のパンティストッキングを履く機会や関心が戻ってきている。日本では一般的にパンティストッキングをストッキングと呼ぶ場合でもパンティストッキングと捉える。近年ではパンティストッキングとの名称やパンストとの略称を嫌う女性も存在し、パンティストッキングであってもタイツと呼び、 靴下類の総称の英語を用いたホージャリーのほか、メーカーも透けるという意味のシアーを付けたシルタイツの名称で販売している。通常の用途以外ではパンストを頭から被かり、その状態でお互いに綱引きのように引っ張り合う、俗に言うパンスト相撲がバラエティ番組などの罰ゲームで定番となっている。パンスト自体が肌を締め付ける構造のため、 顔から折った時に表情が大きく変化するため、笑いを取ることでも知られる。また、映画やテレビドラマなどでは、銀行強盗がマスク代わりにパンストを被るというシーンが多く、強盗のステレオタイプの一つしても知られている。様々なパンティストッキングストッキングの編み方には、後編と続き編みがある。それぞれの長所、短所は以下の通りである。 様々な機能をつけたストッキングが製造されている。ありがとうございます。